ちょっとそこへ来い。何が望んだ。お前は王様。お前には宣言はない。質問の答えは。仕事をするために店を手放したとはな。革命に自分の技能を生かせて誇りに思わんのか。ああもちろんさ。俺は靴屋だ。大砲のことは知らない。旗織りの仕事に戻りたいの。でもより良い未来のためですもの。未来のための大砲だ。Thank you.